はい、皆さんこんにちは、モンガーです。初めましての人はどうも初めまして。今回はですね、自分の趣味の一つである、サバイバルゲームをしたいという方がね、時々 DM とか来ますので、思い切ってね、動画にしてみたいと思います。自分のサバイバルゲーム歴っていうと、まだね、2年ちょっととかなんで、全然まだ初心者の域なんですけれども、自分にでもね、サバイバルゲームの魅力は伝えれるのではないかなと思ってますので、簡単にね、紹介していければなと思います。で、今回動画で扱うのは基本的に、必要なものを、自分が持っているものを持たしたり、あと、こういうのも他にもあるよって、画像をね、ちっちゃく出したりとかしながら、紹介していくっていう動画なので、ぜひね、興味のある方は見てもらえればいいなと思います。じゃあ、よろしくお願いします。ではですね、まず最初にですね、サバイバルゲームって何かというとですね、このような、今手元にあるんですけれども、エアソフトガンというですね、いわゆる銃ですよね。こちらを使用して、人と撃ち合うね、対戦型のゲームですね。基本的には、外のフィールドか、屋内フィールド、どっちもあります。で、フィールドもね、屋外でもいろいろ、なんて言うんだろう、バリケードがある、なんかね、車の廃車があったりとか、そういうところとか、あとはもう本当ね、森林、なんか木が生えてるだけとかね、そういうところとかね、いろいろあるんですけれども、それはそのフィールドごとで特徴があるかと思いますので、いろんなフィールドね、あるっていうのは、ここで分かってもらえればいいなと思います。で、ですね、基本的にはですね、上級者の人も、初心者の人とかもね、一緒に混じって、いる人みんなでやるって感じですね。10分間のゲームとか、いろいろ時間とか、時間制だったり、無制限のやつとかあるんですけれども、基本的にはね、経験の差とか関係なく分けられたりとかします。なので、上手い人と一緒に戦うこともあれば、相手に上手い人がいるっていうこともあるので、そういうのはね、慣れていってもらえればいいかなと思います。はい、ではですね、ここからですね、サバイバルゲーム、サバゲーをするにあたって、フィールドに関係なく絶対に必要となるものを紹介していこうと思います。まずはですね、こちらの、エアソフトガン。こちらは、自分で買って準備してもいいし、レンタルしてもいいんですけれども、フィールドで戦うにおいては必ず必要になります。こういうね、サブマシンガンとか、あとは、いわゆる、長物って言われる、スナイパーライフルとか、アサルトライフル。あとは、これも一応ね、長物には分類されるんですけども、長物の中ではちっちゃいんですよね。あとはハンドガンとかね、いろいろあります。で、ですね、エアソフトガンといっても、エアソフトガンを作動する、動作させるですね、動力によって、大体3つに分けられます。まず、バネの力、空気バネの力を使って発射する、エアコッキングガン。これが一つですね。で、次に、この、自分の持っているのと同じで、電気の力、バッテリーから接続して、で、その電気の力で、ピストンを作動させて発射する。で、これが電動ガン。で、最後にあるのが、ガスの力。圧縮したガスの力を使って弾を発射する、ガスガンというのがあります。基本的にはこの3つあると思ってください。ですね。で、基本的に大体の人が最初に手を出すのが、電動ガンだと思うので、この動画ではね、電動ガンを中心に扱っていきたいと思います。というのも、自分がエアコッキングガンは1回使ったことあるんですけど、ガスガンもね、全く今、2年間の中で経験したことがないんですよ。人が持っているのをハンドガンを1回撃ったとか、そんなのはあるんですけれども、自分で勝ったことがないので、ちょっとね、間違った経験、知識で勝ってしまうのもあれなので、ガスガンについてはね、割愛していくと思います。なので、そこはよろしくお願いします。でですね、エアソフトガンを持ったことない人が一番注意してほしいのが重さなんですよ。で、この銃で多分2キロちょっとあるんですけれども、持つとですね、結構重たいです。で、一般的なノートパソコンとかが、1キロ前後がメジャーかなって感じですね。重いのが1点後半とかありますけれども、それを想像してもらえばいいと思うんですけれども、結構ずっしりきますよね。で、ノートパソコンって基本的にデスクの上に置いて使うんですけれども、電動ガンっていうのはですね、基本的にはもうずっとこう持って、走って、構えて、撃っての繰り返しなんですよ。それを大体朝の10時から、お昼休憩あるんですけれども、大体夕方5時ぐらいまであるんですけれども、その時間ひたすらこれ持って走るって思うと、なかなかすごいと思いません。すごい体力を消費する
のがこのサバゲーなんですけれども、そう考えると、最初の時に重たいのを買っちゃうと多分ね、もうああもう疲れるから行きたくないってなる人が結構いると思うんです。なので最初はね、まあ、個人的にはまあ重さはあんまり重くない方がいいかなとは思います。まあ、重いの持って平気な人もいるんですよね。自分とかまあもともとカメラが趣味とかだったんで、まあ、平気でね両肩にすっごいカメラ 2,3 個とか下げたりとかして使い回してとかするんで、まあ、3,4 キロとかね1日で持っても自分は苦じゃないんですよ。なので、まあ、自分は特にそんな気にはしないんですけれども、そういうのがまあ普段の生活でやってない人とかだとやっぱどうしてもね重たい重量を持って1日走るっていうのはきついと思うので、その辺はね自分でまあ考えてもらえばいいかなと思います。なのでできればですね、最初はどこでもいいんだけど、最初どこだろうね、レンタルの方がいいかなと思うんですよね。重さの慣れっていうのがやっぱ必要だと思うんで、実際一回レンタルしてみて、なんかレンタルでまあアサルトライフルとかなんか M4K とかを借りてまあ持って1日遊ぶで、その時なんか重さこれどんくらいなんですかとか聞いてもらって、自分だったらまあこの重さより軽くないと無理だなとか判断がある程度つくと思うので、できればね最初の1回目はレンタルで入ってもらって、まあ見た目とかそういうのもですけれども、重さとかもまあトータル考えて自分がなんか使いたいのを選んでもらえればいいんじゃないかなと思います。でよくお勧めされるのがですね、国内メーカーである東京マルイなんですけれども、東京マルイの製品っていうのがですね、よくお勧めされていて、自分の中でもまあ一番お勧めするなら東京マルイだろうなって思います。でですね、東京マルイでコンパクトのがいいなら、こういうねコンパクトサブマシンガンシリーズである、スコーピオンモッド M、 これね上にレールとかあるんですぐにねこういうドットサイトとかね、これなんですけどもつけたりして、すぐ遊べます。カスタムが非常にしやすいのがやっぱこういうねレールあるのが、ね、いいと思います。最初おすすめですね。グリップとかつかなくても別にいいんだけど、やっぱどうしてもなんかドットサイトぐらいはねついた方がいいかなと思います。アイアンサイトねなかなか難しいかなと思います。慣れてくるとねアイアンサイトの方が使いやすいって人もいるかと思うんだけど、なんかゲームとかから入った人とかだとねちょっと難しいかもしれないですね。自分はアイアン苦手なんで、もうね見ての通り、これはまあアイアン取り外しできないんですけれども、アイアンサイトが取り外しできる銃は自分は全部外してます使うことないんで、自分の中ではもうね光学機器しか使わないんでアイアンは使わないっていう流れで言ってます。であとはね、まあ、画面出せると画像を出すと思うんだけど、あと MP7A1、 これもコンパクトサイマシンガンのシリーズで人気のある銃。あとはですねハイサイクルの、パトリオット M4、 あとなんだろうな、アイアンサイトが取り外しができないんですけれども、H&K の MP5 クルツのハイサイクル、あとはスタンダードだったら M4 の S システムっていうやつだったり、あと G36C とかも個人的にはねコスパ結構いいと思っておすすめですね。であとはですね、何があるかな、 M4A1 のリスとか、あと MP5 ラスとかもおすすめではあります。まあ、ね、基本的にはね見た目で選んでいいと思うんですけどね、見た目が気に入っていれば多少重くても頑張れるっていうのが自分の持論で、見た目が気に入らなくて重かったらマジでしんどいと思いますまあ多分そういう銃を買う人はいないとは思うんだけどね。はい、あとですね何があったかな、あと次世代電動ガンっていうのがね東京マルイから発売されていて、これがどういうのかというと、とにかくね東京マルイの今までの技術を結晶した銃で、で中身が素晴らしいっていうのは、ここから弾を発射した時の射程距離プラスその弾が自分の狙ったところに飛びやすいっていう、まあ、いわゆる集団性っていうんですけども、これも素晴らしい。なので、いい銃ではあるんですけれども、基本的には高いで、まあ重い傾向にある。なのでこれがまあ妥協できる人はおすすめではあります。最初に別買わなくてもいいんじゃないかなと思うけど難しいですね。最初だからこそ買うべきでもあるかもしれないし、最初だからこそまあ最初は買わなくていいとも言えるし、まあ結局ねその どのスタンスから発言するかによるんですけれども、まあ、自分はまあ買いたければ買えばいいんじゃないかなと思ってますけど、結局その例えばスカートがね買おうと思ったら東京マルイだと
次世代しかないんですよ。なので、まあ、スカーが好きな人はもうそれ手出すしかないですよね、と思うんで、まあ、とにかくね、もうその、気に入れば買うべきだと思います。それはもうね。自分もスカーちょっと欲しいんですけれども。まあ、自分次世代持ってるのは、レシーライフル持ってるんですけれども、まあ、重いですね。重いし、バッテリーが流用できないし、で、まあ、マガジンはね、なんかね、変換するやつがあればいけるんですけれども、自分はもう普通に次世代を買いました。はい。で、自分はですね、一応海外デート画もおすすめはしてます。で、おすすめする条件がありまして、ショップでカスタムがしてもらえるところで買うのであれば、おすすめします。で、そうすると、基本的にはですね、海外の、まあ、安い電動ガンプラス、まあ、基本的なブラッシュアップっていう、まあ、ちょっとしたね、中身ちゃんと点検とかしてくれるカスタムで、まあ、プラス、まあ、5000から1万だと思ってもらえればいいんですけれども、それをちゃんとするのであれば、おすすめします。で、海外の電動ガンの良さっていうのはね、なんて言うんだろう、一番の魅力は、なかなかね、国内メーカーでは作っていないようなデザインの銃を撃てたりするんで、どうしてもね、例えば、なんて言うんだろうな、海外でしかないようなやつ。今だったら、スコーピオンもあるんですよね。スコーピオンの、タイプ、名前なんだっけ？なんか V3 みたいな名前があるんですけど、あれとかも、国内メーカーでは販売してないんで、どうしてもそれ欲しくなったら、もうね、海外メーカー手出すしかないんですよ。だけども、最初に買うのは怖いと思うんですけれども、ショップとかね、探せばね、結構カスタムしてる、その初期カスタムね、点検とかしてくれるとこあるんで、そういうところを探して買うなら、自分は全然おすすめします。で、逆にですね、そういうのもせずに、ほんと箱出しで海外を使うっていうのであれば、それはまあね、自分のまあ、選択肢なんで、止めはしないですけれども、覚悟は必要だと思います。その、不良品に当たるとか、弾が全然ね、思ったところに飛ばないとか、あとは、一日で壊れてしまうとか、あります。全然。なので、それを受け入れる覚悟があるのであれば、まあ、止めはしないです。それは頑張ってくださいと思います。で、まあ、銃本体はそんな感じですね。で、あとは予算か。東京マルイの電動ハンドガンでだいたい1万1000円からって感じですね。グロック18とかだと、まあ、それぐらいですね。で、あとは、東京マルイの電動ガン。これでだいたい、ノーマルでスコーピオンモッド M だと2万ちょいぐらい。で、パトリオットとかもまあそうですね、2万中盤、2万5000とかかな。あとは、MP5 ラスも3万いかないぐらいですよね。多分、そんくらいだと思います。ちょっと、相場はね、ちょっと変わってくるんで、なんとも言えないですけども。基本的には、東京マルイのホームページに、多分ね、メーカー規模価格が載ったはずなんですけども、スロリカはね、意外と安いです。2、3割ぐらい安くなるかな。2割ぐらいは安くなってると思います。ネットショップとかで買えばね。なので、まあ、そちらで探して気に入った銃とか見てもらえればいいかなと思います。で、まあね、気になるなんか、これどうですかとか、あれば、コメントとかくれればね、まあ自分で、まあね、正直な感想を言います。やめてた方がいいんじゃないですかねとか、あ、全然それいいですよとかね、あ、いいんじゃないですかとか言うと思うんで、まあ、それはまあコメントでもらえればと思います。はい。で、あとですね、このエアソフトガンなんですけども、基本的には、単発で撃つ機能とか、あとはね、このトリガーを、まあ、ちょっと今引きますね、動画上。ここを引いてる間は、パパパパパパって連射で出る、モードとか切り替えがあるんですけれども、フィールドによってはですね、そのサバイバルゲームのフィールドによっては、フルオーテでの、射撃が禁止ってフィールドもあります。特に、室内型とか多いですね。あとはそのゲームのモードによって、あります。なので、すごい連射力がある銃買っても、その連射力を活かせるとは限らないので、それはですね、フィールドのルールとかに従ってください。結構あります。自分もこれね、サイクルすげえ、上げてあるんですけれども、あとは、初速とかですね。まあ、室内型とかだと、あんまり活躍はできなかったりします。そういうのはね。まあ、普通に一発の撃つ弾の良さとかもあるので、全然いいんですよね。お金かけてるんで、中身も。はい。まあ、その辺はね、ルールによって変わりますよ。あとは、フィールドによって変わりますよっていうのは、覚えててください。はい。ではですね、バッテリー結構減ってる。で、次にね、必要となるのが、動力ですよね。この銃本体に、最初、今この銃なんですけども、トリガー引きますね。撃てないんですよ。これ別、モードを切り替えても。これなんでかっていうと、動力が入っていないから。となると、電動ガン本体を買った時に、動力が必要になります。
なのでそれも買う必要が絶対にあります。で、エアコッキングガンに限ってはこのね、コッキングレバーを引いてトリガーを押せば発射されるので動力はいらないです。動力不要なのがエアコッキングガンの特徴なんでね、いらないです。で、ですね、よいしょ、電動ガンであればですね、よいしょ、こういうね、バッテリーというのがあるので、これをこのね、端子をコネクタというんですけど、この端子をつないであげて、まあ、銃のグリップとかね、ストックのところに収納してあげれば、それで初めてね、この電気が供給されて電動ガンの射撃が可能になります。なので、電動ガンを買ったら必ずバッテリーも買う。で、このバッテリーを充電するものも買う。で、どのバッテリーがどの銃に合うとかはやっぱね、収納スペースとかの関係であったりするので、あとはこのコネクタの端子とかあるんですけども、なので、まあね、その基本的にはその最初はそのメーカー推奨の、まあ、リチウムイオンとかそういうのを買ってもらえばいいと思います。あとはこのね、リポバッテリーっていうのもあるんですけども、こちらはちょっと管理がね、しっかりとしないと危険だったりするので、まあそれはね、リチウムイオンも一緒なんですけども、なのでまあね、よくね、その取り扱い方とか調べてもらえればいいかなと思います。あとはそのね、ショップとかにね、聞けばいろいろしてくれると思います。あとはYouTube とかにもね、いろんな動画があっていると思いますので、そういうのを見て勉強してくださいとしか言えないかなって感じです。よいしょ。はい、それではですね、次に必要となるのが、ゴーグル。ゴーグルっていうと、このね、目のところにこう、カパって被せるものなんですけれども、ですね、サバゲーってね、思ったよりも危険なスポーツなんですよ。なぜかっていうと、人に向けて弾を発射するっていうことは、その弾が体に当たるわけなんですよ。なので、当たるところによっては怪我します、普通に。なので、それを致命的な怪我を防ぐために使うっていう、その最たる例が、このゴーグルですね。こういう、まあ、これはシューティンググラスっていうんですね、なんですけれども。で、この目を守るものには、シューティンググラスとゴーグルっていう、まあ、大きく分けて2個あるんですけども、違いはっていうと、シューティンググラスはこういう普通にもうサングラスタイプのもの。で、当然、このレンズは、BB ながらとっても割れないものです。普通のファッショングラスというと、ここがプラスチックか、基本的にガラスなんですよ。なので、弾が一発当たると、割れて、破片が飛び散って逆に危険ですね。それがだって目に刺さる可能性ありますよね。なので、絶対にファッション系は使わない。まあ、常識なんですけど、なんか、意外といるらしいんですよね。ファッションメガネで大丈夫でしょって思ってる人が。なので、絶対にこのね、ポリカーボネートっていう、BB ながら当たっても割れない素材があるんですけども、サバーゲーでは基本的にはそれを使ってください。他の素材もある、あとメッシュか金属メッシュとかもあるんですけども、基本的には多分ねポリカーボネートを使ったらいいと思います。で、一つちょっとした知識として、シューティンググラスと、まあ、フィールド用のゴーグルの主な決定的な違いなんですけども、サングラスというとこうかけてると、どうしてもこの横の方とか弾が入ってくるんですよ。まあ、角度によってなんですけどね。そんなめったにないんだけど、ありえるんですよ。ゼロじゃないってことはありえるってことなんで、そういうのがあるんですけども。で、次にね、ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。大変だな。で、これが、自分が使ってるゴーグルなんですけれども、ここ、ね、見るかな、ちょっとね、よいしょ、はいはいはい、ここなんですよ。ほら、ここになんかスポンジの隙間埋めるのがついてるんですよ。これがあることでかけた時にこの目の周りの、ね、皮膚に密着するので、どの角度から弾が飛んでこようと目に届くことがないんですよ。絶対に塞いでくれるんで。なので基本的にはこれだけ持ってればいいです。こっちのシューティンググラスは別に持ってる必要ないです。これはまあね、その、なんか、まあ持ってると便利ではね、その、窮屈感がないから、その、シューティングレンジっていう弾の調整とかするところだと、使えるやつなんで、こっちは、このシューティンググラスはですね。なので、よいしょ。あと、フィールドによってはですね、このシューティンググラスで参加できるところもあるんですよ。サバイバルゲームのゲーム自体に。ですけども、基本的にはまあこっちを自分はお勧めします。シューティンググラスは自分は怖くて、フィールドに入りたくないです。何があるかわからないんで。もしね、失明とかして自分の人生がなんか台無しになってしまったりすると、そこで、ね、何か人生がね、大きく変わると、多分ね、サバイバルゲームを始めたこと自体を多分後悔すると思うので、
そういうことがないようにね、自分はこのゴーグルを常につけています。これですね。こっちはね、シューティング、グラス買ったのは、これあれ用で買いました。シューティングバーがあるんですけれども、そういうところで使うために買いましたね。一回しか使ってないけど。よいしょ。はい。で、ですね。あと、まあね、当然ね、この、グラスをつけてないと、ゴーグルつけてないと、目は失明する可能性があるし、眼球が、まあ、威力、どうだろうね。エアガンの威力で破裂はしないとは思うけど、ちょっと怖いね。ちょっと考えたら怖くなってきたから、ちょっとやめてきますわ。なもうね、非常にね、もう失明したら本当ね、自分の人生全くかかってしまうので、これからがね、絶対にしっかりとしたものを買ってください。で、おすすめするのがこのね、ボレーっていう、よいしょ、サバゲ用のゴーグルメーカーがあるんですけれども、これおすすめですね。これの、このシリーズがラッシュプラスって言うんですけども、これがだいたい3000円から4000円で売ってます。で、3000円から4000円で、自分の目がね、絶対に守れると思ったら、非常に安いと、自分は思います。で、すごい安い製品だと、どうだろう、1000ちょいぐらいからあるのかな、多分、すごい、スキー用のゴーグルっぽい形のやつとかね、あるんですけれども、まあ、見た目の問題とかもあるので、自分はこの形が一番ね、なんか、まあ、見た目的にもいいんじゃないかなと思うんですよね。なので、自分はこのね、ボレーのラッシュプラスおすすめしております。よかったらね、なんかアマゾンとかで探してみてください。あ、そうだ。で、あとですね、ここのね、目を保護するレンズの部分がこういうポリカーボネート製じゃなくて金属製のメッシュのやつがあるんですよ。で、メッシュの利点っていうのがやっぱどうしても曇り知らずで、こっちのポリカーボネート製はまあその気候にもよりますけれども、曇る可能性は全然あります。てか、曇りやすいと思ってください。なので、メッシュの方がね、いいんじゃないかなとは思うんですけれども、で、ただ問題があってですね、フィールドによってはメッシュタイプ禁止のところもあります。自分見たことあります、実際に。なので、その辺はね、そのフィールドのホームページとか、なんか、連絡先とかに問い合わせてみてください。で、それでメッシュが付けるのであれば、全然メッシュでもいいとは思います。で、メッシュのそのね、結構見にくいんじゃないかなと思うけど、意外とそんなに変わんないです。多少ね、違和感があるかなってぐらいだけど、人間の目ってね、うまくできてて、メッシュとかをうまくね、焦点でごまかして、で、遠くのものがね、はっきりと見えるようになってるんで、そこはそんなに気にしなくて大丈夫です。なので、メッシュのもあるよっていうのは知っててください。いや、ちょっと疲れてきたわ。で、次にですね、絶対に必要となるのが、当然ね、このエアソフトガンからね、発射するのに必要となるこの、BB 弾ですね。で、まあ、ちっちゃい頃、まあ、一回ぐらい見たことあるよね、BB 弾どんなのか。こういうなんか丸い粒なんですけれども、まあね、これなんですけども。で、ですね、素材がね、主に、まあ、2パターンあって、普通のプラスチック製のもの、まあ、自分たちがちっちゃな頃見せたような、あれが、まあ、プラスチック製です。で、あとこの、今、主流となってる、バイオ BB 弾っていうものがあるんですけれども、これどれか、何かっていうと、この気候の変化とか、まあ雨とか降ったりとかで、自然とこの土の上とかに落ちてるやつが分解されて、この、まあね、その自然にね、悪影響を与えない、プラスチックってさ、絶対に溶けないじゃん。まあ、火だったら溶けるけど、その雨とかでさ、溶けたらやばいっしょ、プラスチック逆に。それやばくねってなんだけど。まあ、そういうのがね、まあ自然の環境に配慮したのがこのバイオビビーターです。で、基本的には、屋内型フィールドは、どっちでも使えることが多いです。で、屋外型フィールドは、自分が経験した中では、多分、このバイオビビー弾限定ですね。多分、ないんじゃないかな、プラスチック使えるところなんて。今時。多分、あったらちょっと、逆に、ちょっと思っちゃうね、自分の場合は。なので、基本的にはこのバイオビビー弾を買ってください。プラスチック製は買わない方がいいです。屋内でも、このバイオが使えるんで、バイオを選ぶメリットあっても、プラスチックを選ぶメリットって、まあ、自分の中ではゼロですね。値段も全然大差ないんで、このバイオビー弾一択でいいと思います。で、ですね、なんて言ったらいいかな。重さが、メジャーなのが2パターンあって、大きさはね、もう1パターンなんですよ。もう6ミリ。基本的にはもうね、日本国内で使うんだったら、これで6ミリしかないと思ってもらって大丈夫です。で、重さがですね、主流が2タイプあって、0.2g か
0.25g があるんですけれども、これはまあどっちでも大丈夫です。自分がまあ好きな方を買えばいいと思うんですけども、どっちかが多いかって言われたら 0.2 の方が主流なのかな、わかん、ど、多分割合的には多分 0.2 の方が多いと思うんで、まあ 0.2 を買えばいいんじゃないかなと思います。どっちも買ってもいいしね。まあその重さの違いなんで、でその重さの違いで変わってくるのがこの袋を買った時の入っている玉の数なんですけど、大体のこの BB 玉のこの入っているパックっていうのは1キロ入っていますとかなんですよ。つまりどういうことかというと、 BB 玉の玉が大きければ多いほど1キロに対する玉の数は少なくなります。逆に言えば、まあ、要するにその同じ1キロカットしても 0.2g だと5000発入ってるけど、 0.25g だと4000発入ってることになりますね。なので1キロカットときに1000発の玉の数の差が出ちゃうってことなんですよね。なのでまあ 0.2 を進めるのは自分はその理由ですね。はい。まあ 0.25g を選ぶメリットもあるんですよ。その風の影響を受けにくいとかね、重たい分ね、そういうのもあるんですけども、まあ、とりあえず 0.2 を買えばいいんじゃないかと思います。まあ、それはまあ、あんまりね、その、気にしなくていいんで、0.25 か、別買うなとか言いわけじゃないんで、それはまあ、好みなんで、全然好きな方買ってください。で、これでね、この一袋、これ、1キロだっけ？これ確か1キロじゃなかったっけ？あ、そう、1キロ入ってるんですけども、これで大体ね、2100円とか200円で買えます。ネットだと。なので、自分はね、これ開けてるんですけども、これプラス1個開けてないやつを常に常備してますね。で、この東京丸いのがね、水上にね、性能っていうか、その、質がいいので、基本的には自分はこの東京丸い買えばいいと勧めております。あと他にもね、海外メーカーだったら G&G とかも有名なんで、まあ、その、どっちかとか、あとはギャロップとかね、いろいろあるんですけども、好きなのを買ってきてくださいじゃないですか、買ってみてください。で、一つだけ言いたいのは、混ぜない方がいいです。混ぜるのはやめた方がいいですね。あの、玉の質がやっぱどうしてもちょっと違ったりするんで、あの、球弾不良とかね、その玉がね、うまく、マガジンから銃本体にね、いかなかったりするんで、基本的には統一した方がいいです。なので、混ぜないのは覚えててください。